レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアス、エイト、ドゥワー、アクアスエイト、モモクハマチ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。この番組は栃木県那須塩原市疎水スクエアアクアスにありますスタジオアクアスからお送りしております。はい、というわけでね、木八でね、やってくださいねって言ったのがねつい 2,30 秒前なんですけれどもちゃんとね合わせていただきまして、はい、ありがとうございます。そりゃ役者さんが役者さん、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 そんなもんすよ。まあ、木八、はい、ね、始まりましたけれども、私、アコと、はい、DJ トムです。はい、そして、技術の和光です。はい、久しぶりです、ね。木八のね、スタッフと言って、スタジオ久しぶりです。どうも話してるんだからさ、聞きました。久しぶりなんですか？ああ、ここね、うん、ね、あ、2、3ヶ月ぶり？いや、そこ、そうだっけ？ 2、3週ぶり？月ぶり、いや、合ってるのはね、合ってますけれども、ここでやるのがでしょ。そうそう、そう、でやるのがちょっと、あ、この間ね、何スタジオでしたっけ、まあ、T スタジオとね、佐久山スタジオとね、今、カメラの向こうで親父たちがさ、早くあ、紹介が話したいって言ってると思うよ、はい、そうですね、はい、じゃ今ね、スタッフでしたけれども、こちらのね、真ん中のお二人は今日のゲストさんです。はい、隣が佐藤智美さん、そして吉田すずさんですね。よろしくお願いします。はい、何のお二人かと言います と、うん、劇団那須の、あ、はい、ありがとうございます。ね、私も所属している劇団那須のなんですけれども、那須のの大地にね、今年初めて入られた、はいはい、方を今日はご紹介したいなと思って、はい、お二人とも初めてなんですか。初めて、初めて入られた方ということで、あれ、なんか背中に背負ってませんでした、それ。これは、ね、何でしょうかな。これは、あの、あ、那須の恋歌というね、劇の中の歌があるんですけれども、それの T シャツを、歌詞というかね、書いてあります。T シャツがバージョンもあるんだ。そう、今年ありますので、あっち買っちゃうと思います。あの、ね、和光さん、あの、大道具ですから、あの、まだ顔は出してませんけれども、はい、これから大道具で活躍しますので。顔出しませんので。はい、まあ、ちょっといろんなコーナーがね、9時までなんですけれども、いろいろありますので。お付き合い、全部お付き合いいただいて大丈夫ですからね。はい、じゃあちょっと、別なコーナーを入っていきたいと思いますけれども、今日は、8月の23日、23日木曜日ということで、8月23日は何の日でしょう、トムさん。はい、今日は何の日ということでですね、古い方からいきましょうか。1914年第一次世界大戦が始まった日。始まった日。始まった日。え、そうなの。はい、そうなの。多分ね。多分。はい、1935年、これはどうでもよかったかな。宮本武蔵が朝日新聞で連載開始し、え、が関係ないですね、これね。宮本武蔵興味あるんですか。ここはね、宮本武蔵はあんまり、ここら辺からちょっと興味が湧いてくるかもしれない。1953年 NHK がプロ野球を初めてテレビで中継した日。あ、プロ野球か。まだ生まれてないよね。でもなんで今頃なんだろう ね。シーズン的におかしくない？おかしいですね。あ、ちょっとこうねえ、え、昔は野球、今頃は開幕とかじゃないですよね。それはないね。ないですよね、きっとね、うん、テレビの関係じゃないですか、テレビが出てきた、ね、あと野球つながりで2008年、松井選手が日米通算444本のホームランを打って、
巨人時代の長嶋さんの記録に並んだのが2008年。そして、ウクレレに興味ある人。ありますってことはないけど、やろうやろうと思いつつ何年も経って。今日ウクレレの日なんですよ。あ、そうなんですか。はい、あるリスナーさんは、ね、あの人まだ見てないんじゃない多分まだね、ウクレレの日でお祝いでウクレレの日ってハワイで決められてるウクレレの日で、ポルトガルからの移民が今日持ってきたっていうことになってるらしいんですけど、本当かな、そろそろ来るよはい、そろそろ来るよ、あ、なんか来ると思いますけれども、一応そのポルトガルの移民が1879年の今日、持ち込んだということになっているそうです。そんな今日でした。はいはいあれ、第一次大戦ってサラエボ事件、サラエボですね。何調べてんのかと思って調べてない、調べてはいはい、すごいね、歴史すぎて、